こんにちは、道具屋おじです。今日はまた弁護士の二宮先生と、岐阜の渓流に来ております。二宮先生、おはようございます。はい、今日はすごいいい天気ですが、ちょっと風がありますけれども、先生の連れ仲や訴えてやるシリーズももうだいぶ順調で、何回も回を重ねておりますんで、今日はぜひまた釣っていただいて訴えられないようにしたいんですけれども、先生、今日の調子はどんなもんでしょうか。仕事をサボって何か成果を一つぐらいあげないとそうですね、はい、でも私この前ね、ここでアマゴ10匹ぐらい釣れましたんで、まあできるだけ情け深いアマゴがいることを願って、先生最後まで頑張るぞ。頑張る。あ、いかんいかん、もう一回もう一回、はい、OKOK、はい、先生、これ本当に綺麗なものですね。天然ですかね。これね、天然物ですわ。ですね。はい、釣った人はこの板でーす。おめでとう。釣れたのはこんな綺麗やった
先生まずこっち見て、V よしよし、これはいいサイズですよ。そうですよね、これは先生いいサイズですよ。これあれですか、うん、この間あのバラしたやつですか。いや違う、あれはもっとでかかったですか。秘密言わない、悔しいで。やっぱりおるな。先生ちょっとごめんね、はいはい、こういうところでね、ちゃんと濡らせとかね、ブツブツ言ってくるやつがいるんですよね。いますいます。パッと手離してください。はい、オッケー、よし、先生釣りました、おめでとう。というわけで二宮先生、今日はまあまあ結構ね釣れてよかったですけど、最後いい山子が出てよかったですね。本当よかったです。 ありがとうございます。いやいやとんでもないです。それで今回も訴えらずに済みそうです、はい、いいですか。ありがとうございます。はい、じゃあまた来ましょう。どうもお疲れさんでした。ありがとうございました。はい、やったー